映画人のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは映画の作り手となる人々をご紹介していきます。今回も前回に引き続き小津安二郎監督の生涯をご紹介していきます。戦争体験を経てなおも変わらず小市民の生活を丹念に描き続けた小津監督、今回は小津監督の晩年と撮影手法、そして日本のみならず世界に及んだ評価についてお話ししていきたいと思います。それでは見ていきましょう。1958年、昭和33年、小説家里見コンとともに原作小説と脚本を同時に書き進める手法で彼岸花を制作。これが小津監督の初カラー作品となりました。またこの年、ロンドン国立映画劇場で日本映画特集が行われます。10月には東京物語が英国サザーランド賞を受賞、彼岸花は芸術祭文部大臣賞を受賞します。さらにこれらの功績により国の栄典である紫綬褒章を受賞しました。1959年、昭和34年、映画人として初の日本芸術院賞を受賞。戦前の浮草物語のセルフリメイクである浮草を制作します。1960年、昭和35年、小説家里見と再度コンビを組み秋日和を完成させます。芸術選奨文部大臣賞を野田公吾とともに受賞します。1961年、昭和36年、小早川家の秋を公開しました。1962年、昭和37年2月、母の浅江が亡くなります。同年、サンマの味を公開。これが小津監督の最後の作品となりました。1963年、昭和38年、小説家の里見とともに初のテレビドラマシナリオである青春放課後を書き下ろします。その後体調に異変を生じ、同年7月にがんセンターにて手術を受けます。一旦退院するも10月に東京医科歯科大学医学部附属病院に再入院。そして自身の還暦の日である12月12日午後12時40分に死亡しました。60歳、生涯独身でした。その夜、北鎌倉の自宅に遺体が返されます。12月16日、葬儀が築地本願寺で開かれ、小説家の里見が弔辞を朗読しました。墓は北鎌倉の円覚寺にあり、墓碑にはただ一文字、無と彫られています。晩春より小津作品の中心を担った原節子は小津の死後、2015年に亡くなるまで公の場から姿を消します。1965年、昭和40年、次回作として準備されていた大根と人参が渋谷実監督により映画化されます。小津安二郎記念作品として公開されました。小津監督独自の撮影手法やこだわり、それによって描かれた作品性は小津調と呼ばれました。以降そのいくつかをピックアップして解説していきたいと思います。まずは美への取り組みです。小津監督は構図の決定において自身で必ずファインダーを覗いていました。背景の小物などもしっかりとバランスを考えて配置されていました。また晩年のカラー作品においては加えて2つの点にこだわっています。1つ目は画面のアクセントとして赤を取り入れること、2つ目は背景の小物もできる限り本物の美術品を使うこと。この点に関して小津監督の言葉があります。人間の目はごまかせてもカメラの目はごまかせない、本物はよく映るのであると。次に演技指導です。小津監督の完璧さは同じく画面に映る俳優たちにも及んでいました。俳優の位置、動き、視線、セリフの口調まで全て小津監督の計算通りに実行することが求められていました。時に自身で演じ、俳優にその通りに演じさせることもあったようです。俳優の動きが小津監督のイメージとずれていた場合、際限なくリハーサルが繰り返されました。小津監督の中には完成されたイメージがあり、俳優が自由に演技をすることは好まれませんでした。リュウジ衆は父歩きの撮影前に小津監督からこのように言われたと言っています。僕の作品に表情はいらないよ、表情はなしだ、能面で言ってくれ。当然その厳格さに反発する見方もありました。またそのやり方ゆえに弟子が育たなかったとの見方もあります。同一テーマ、同一キャスト。
小津作品では娘の結婚や親子関係といった家族関係を中心としたテーマが何度も描かれました。また柳智秀や田中絹代、原節子など登場する役者たちの顔ぶれもほぼ決まっていました。さらに役名も同じものを使うことがありました。晩春、爆春、東京物語の3作はいずれも主人公は典子という女性であり、典子三部作とも言われています。そのため小津作品はいつも同じだという批判もありました。それに対して小津監督は以下のように述べたといいます。僕は豆腐屋だと言ってやるんです。豆腐屋にカレーだのとんかつだの作れったってうまいものができるはずがない。ローポジション。小津映画においては低い位置からのアングルが多用されました。基本的にカメラを低く固定し、レンズも標準レンズで撮りました。そのための特別な三脚も作られていました。カメラの位置設定は小津監督自身が設定していました。この手法は日本家屋での座り芝居を見せることに好都合で、見る者に心地よい安定感を与えることにつながりました。ただこれは撮影時に床の配線が映らないようにするなど面倒を排除してきた結果としての手法だったと本人は語っています。最後に文法破りです。映画には対面し合う2人の登場人物を撮影する際の考え方にイマジナリーラインという概念があります。引きの絵で左側の A、右側に B が配置されていた場合、 A と B を結ぶ先がイマジナリーラインとなります。カメラが2人をアップする場合、カメラの位置がイマジナリーラインを超えてはならないとされています。超えてしまうとアップにした場合の人物の向く方向が同じとなり、相対している状況が分かりづらくなってしまいます。小津作品においてはこのイマジナリーラインの原則が無視されていました。しかしこれも効果を狙った独自の手法ではなく、狭い日本間による制約から生まれたとされています。日本間では座る位置がほぼ決まっている上に、狭い和室においてカメラの動く範囲が窮屈となるためです。またカメラを左右に振るパンニングや場面転換におけるフェードイン、フェードアウトなども利用しませんでした。こうした映画文法の意図的な違反や独特のこだわりは特に日本国外の映画評論家から評価を得ています。小津監督は1930年代には評論家からの安定した評価を得ていました。しかし興行的に成功したとされる作品は戸田家の兄弟が初めてでした。戦後になると1年1作の公開となり、作品ごとの完成度も高まります。国内において巨匠として扱われる存在となっていきました。しかし昭和30年代を過ぎた頃から若い世代からの批判も散見されるようになっています。当時新進気鋭の監督だった吉田義重監督はある映画雑誌の対談にて小早川家の秋を批判したことがありました。後年病に倒れた小津監督を吉田監督が見舞いに行った際、映画はドラマだ、アクシデントではないと語ったと言われています。1959年東京物語に対して英国サザーランド賞の授与はありましたが、海外での評価は小津監督の死後に高まっていくこととなりました。特に東京物語はヨーロッパにおいて人気が高いとされています。小津監督を敬愛し、もしくは影響を受けていると名言のある作家としては、ジャン・リュック・ゴダール、アッバス・キアロスタミ、ビム・ベンダースと多岐にわたります。さまざまな作家が小津監督の作風に学び、自身の作品にてオマージュをしていくこととなります。2012年、世界的に権威のある英国映画協会によって主催された世界の映画監督358人が決める最も優れた映画に東京物語が選ばれ、ナンバーワンに輝きました。小津監督の作品は時を超えても多くの人々の心に残る普遍性を保っていることを印象付ける出来事となりました。いかがでしたでしょうか。小津監督の後年の作品を眺めていると、親子関係、もっと言うと娘のいる父親という立場に単純な憧れがあったのではないかと感じたりします。また暴力性を極力排除したのは、残酷な戦場を生き抜いた小津監督にとって架空の暴力だとしても空虚さを感じざるを得ないものだったからかもしれません。後年語った映画はドラマだ、アクシデントではないという言葉には、安易に暴力性やアクシデントを扱って
観客の注意を引きつけようとする映画の在り方に対し疑問があったのかもしれません。小津一族には江戸時代の国学者本居宣長がいます。本居宣長は源氏物語の中に見られる物の哀れという日本固有の情緒こそ文学の本質であると提唱した人物です。小津監督自身も私の映画は物の哀れということだと発言をしていたそうです。小津監督の目指したストーリーは平凡な市民の日常です。それを約2時間飽きさせずに魅了する作品って簡単ではないですよね。小津監督は生涯を通しそれを追求し実現し世界的に評価された監督でした。黒澤明監督が語ったように作品を通じ小津安二郎という人物の魅力に魅せられているだけなのかもしれません。以上で小津監督の紹介は終了となります。この動画が小津監督を知らないどなたかの興味を持つきっかけになれば幸いに思います。ではまた次回、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。